皆さんおはようございます。今日から11月始まりましたね。11月1日の朝を迎えております。今月も頑張っていきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。今日の一品なんですが、庄内牡蠣を使った炒め物をしていきたいと思います。材料なんですけど、こちら牡蠣ですね。これ今年うちで採れた牡蠣を焼酎で渋を抜いたものです。2個と、あと仙台の小ネギ3本分で、庄内豚の細切れですね。で、めんつゆ、あとオリーブオイル、あと調味料はこれオイスターソースで合わせていきます。では早速炒めていきたいと思います。サラダ油は大さじ、そうですね、1杯よりちょっと少ない分ぐらいですね。はい。でここに豚肉を入れていきます。先に豚肉を入れていきます。下処理でお酒を振っておくとなおいいですね。今日はちょっとはしょりますが、でここに牡蠣を入れます。炒めて合わせるだけです。ほんと簡単なんですが、とても疲労回復とかにねすごくいいです。ビタミン、豚肉のビタミンと、あとこの牡蠣のカロチンとビタミン A ですね。あとカリウムもあって、余分なむくみ塩分を外に出してくれる働きをします。で豚肉が炒まったら、もうこれでここにめんつゆを入れてください。で、あとオイスターソースを大さじ1杯ぐらいですかね。牡蠣意外に中華炒め物にすごく合います。今日豚肉でやってますけど、これ牛肉でもすごく美味しく出来上がります。こんな感じでなじませていただくと、であと最後にこちらの仙台の小ネギをさっと、あと余熱で、これで OK です。もう余熱で火が通ります。出来上がりです。では盛り付けをしていきたいと思います。今日は豚肉もそうなんですけど、牡蠣がメインかな。あっという間に出来上がりました。ですね、10月の29日は新潟の方に勉強させていただきに行ってまいりました。北九州市の看護師の真鍋さんのお話を拝聴して、すごいコロナの体験であるとか、施設における看護師さんの役目連携というようなお話だったんですが、看護師さんに限らずすごく勉強になるお話で、とっても有意義な一日でした。で、千野義和先生のアシストでお昼をいただき、でまたいろいろなお話を頂戴しまして、鶴岡に戻ってまいりました。で11月に入りまして、うちでノーリフティングの方もやってるんですけれども、さらにもうちょっとうまく介護の現場で負担にならない、お互い心地よい介護できないかなというところで、少しまた活動していきたいなと思っております。また随時お知らせできれば嬉しいかなと思います。では今日も一日背筋伸ばして頑張っていきますので、どうぞよろしくお願いいたします。ではまたお会いしましょう。ごきげんよう。さようなら。